これは妖怪ウォッチが葬り去られた30年後の物語。人間と妖怪の滅亡の危機だ。数千年に一度地球を襲う最悪の妖怪鬼魔郎。奴らは人間の悪意に感染してその数を増やしていく。何なんだよお前たちは。人類滅亡の危機を救えるのは、新たな妖怪ウォッチに選ばれし者なのでみせる。そして復活する鬼を螺旋。さあ世界創造の始まりだ。二人とも覚悟して。もう後戻りはできない。ああ召喚、私の友達出てこい。ジバニャン、俺様に任せろ。我に歯向かったところでどうすることもできぬわ。我々も行くぞ。カイラ、ヌラリ、この冬新たな物語が動き出す。脅威剣舞魔人不動明、我に力を。映画妖怪ウォッチシャドウサイド鬼王の復活。あなた様は。映画館で映画を見ると、先着で不動明王お守りカードが入った豪華お年玉3点セットがもらえる。